足の速さは才能じゃない、走りの学校、和田圭一です。アドです。アド君、はい、今日はですね、速く走るために大切な足首の固定力、はい、この固定力があるかないかをチェックするチェック種目とそのトレーニング種目をお伝えさせていただきたいと思います。今日の動画を見ていただければですね、皆さんの足首が速く走るために最適な状態になっているか、これが分かっていただけます。そしてそれを強化する方法をお伝えさせていただきます。まずですね、はい、走るときはこの股関節から大きな力を生み出すわけなんですけれども、ここで強い力を地面に加えて前に進んでいきますよね。例えばこの股関節でジューっていう力を生み出しているとします。でも人間ってやっぱ関節があるんで、この足首の関節でここがその10という力に足首の固定力が負けてしまうと、例えば3しか耐えられなければ3の力が地面に加わるっていうことになってしまう。もちろんこのお尻周りの筋肉と足首周りの筋肉っていうのは大きさが全然違いますよね。だからこっちで生み出した力をこっちで耐えられるのかって思う方いらっしゃると思うんですけど、これが耐えられるんです。ちょっと専門的な言葉で表すとですね、上に上げる方がコンセントリックで、これにグッと耐える力をエキセントリック、ここで言うと力を生み出すこのお尻はコンセントリック、足首で言うとこれがコンセントリックの力の発揮の仕方、ふくらはぎの力なんですけど、この力を使ったらもちろんこっちの方が大きいので力負けちゃうんです。なので走りの学校ではここでは足首を固定して耐える力を発揮してください、はい、それが走る時に大きな力で生み出したものを足首で固定することで地面に伝わっていく。なので働き方が足首とお尻で違うんです。ただこの時に足首の固定力がなかったらぐらついちゃいます。このぐらつきを最小限で抑えることができれば効率よく前に進んでいくことはイメージできますよね、はい、種目を2つですねやっていって、はい、ぜひ走る前にやっていただきたいエクササイズ、これは新スプリントとか、足底筋膜炎の怪我の予防にもなるものを最後お伝えしていきたいと思います、はい、この動画の最後には恒例企画の Q&A コーナーもございますので、楽しみで最後までぜひお楽しみください、はい、それではやっていきましょう。バモス。まずチェック種目一つ目いきたいと思います、はい、これをですね、僕はつま先上げ膝カックンウォークと呼んでるんですけども、つま先上げ膝カックンウォークっていうのがあるんです。これ皆さん笑っていると思うんですが、すっげー大事にした種目です。つま先上げ膝カックンウォークっていうのはまずつま先上げます。上げた状態で膝伸ばします。ここで片足ずつ片足をキュッと上げながら膝を屈伸伸ばす、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 屈伸伸ばす。これ簡単に見えるでしょ。今カメラの前でできない人いっぱいいると思う。ダメな例としては、できない例としては膝を曲げた瞬間につま先がペタッとくっついちゃう、はいはいはい、足の裏がペタッとくっついちゃう、はい、もしくは膝が曲がらない、曲げられてなおかつ片足立ちになって曲げられてつま先が上にある状態、これできるかまずやってみてください。はい、これ、はい、できた方とできなかった方ちょっとコメントいただいてもいいですか。はいはいはい、人数比率的にどれぐらい違うのか見てみたいです。これね、できない人結構いると思います。できてない方安心してください。これ結構難しい種目です。これができてないと足首が使えてないっていう、はいはい、使えてない人を見つけるっていう種目なんです。なるほどなるほど、これが1個目です。ぜひですね、できたよできなかったよっていうコメントいただければと思います。2つ目いきたいと思います。はい、2つ目はこれは裸足になるんですけども、さっきのはね抵抗率 50%。 あ、そんな感じですか。うん、次成功率 20% だと思う。 20% 難関校じゃないですか。難関だよ。超簡単に見えるけど、はい、すっげえ地味なんだけどすげえ難しくてすげえ大事な種目。へー、いけますよ。足ありますよね。足をグーにします。グーにずっとしてもね、ここを上げ下げします。
簡単に見えるでしょ。いやいや、何やってるんですか。もう暇な時やってます。絶対できると思った。今撮りながらできると思った。でもこの時にね、ダメなのはなんかガク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 ってなっちゃう。スムーズにシュッ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 。これはこの背の筋肉が単体で動いてるかっていうのを見るでしょ。やってみてください。グーにするよ。ほらほらほら、ちょ、グーにして、グーにして。で、上下で動かしてみて。ほら絶対ほら、カクカクしてるじゃん。全然単体で動いてない、ここが。上に上下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 。で、これできないんですよ。ちょ、待って、いや、笑いついたから。ちょ、来い、ちょ、来い、紹介します。走りの学校、アスリートチームであり、アメリカンフットボールのトップリーグの選手である秋光くんにちょっとお越しいただきました。どうぞ、よろしくお願いします。お願いします。これ見ててできると思うでしょ。いや、絶対できる。絶対できると思うでしょ。いいですか、じゃあ、うん、まずグーにする、はい、グーにして、上下に動かす。あ、できる、できる人だ。まあでも釣りそう。あ、でもね、じゃあまだゆっくり、素晴らしい、まだゆっくり。これ難しいのよ、これ釣りそうになるでしょ、はい、これ何を見てるかっていうと、足首周りの筋肉っていっぱいあるんですけど、指を下に下ろすことによって指でこう反る、グッて反る筋肉は使わない状態を取ってるんです、はいはい、手もそうでしょ。指を下げることでこの指を上げるって筋肉は使わなくなりますよね。下げてる状態に働いてるんで、この状態で足首が動いてるってことはそれ以外の筋肉が働いてるってことなんです、はい、で、粟田くんは指を下げるとそれ以外の筋肉は全然働いてない。停止しましたね。停止したでしょ。アキレス君はこっちを下げても使えてる。上げたらもちろんもっと強い力が加わるわけなんですね。これができない人がすごい多い。じゃあこの今の練習を続けて神経をこうやってつなげていくことが大事だって。大事なの。これが神経なんですよ。これが神経系です、これが神経系なの。これできるようになるの。これ逆に言うと毎日10回やって、なんか例えばベンチプレスで100キロ上げるとかっていうわけじゃなくて、うん、やってってできるなれば OK だ。OK。1週間やったら全然違う。です。でもね、足の学校がいつも紹介してるトレーニングってそういうもので、はい、何回も何回も反復して練習することでそこに神経がつながるんですよ、うん、だから早く動くことができる、はい、これも例えば手ってめちゃくちゃ早く動けるでしょ。動きます。でもこの速度で足動かせない。人間の体ってこれぐらい使えてない筋肉があるってことなんですよ。で、こういうことができない人って結構怪我がやっぱり多かったりすると。あ、まずこの2つの練習ですね、これを練習することがその神経をですね促進させるトレーニングになりますので、まずこの2つやってみてください。で、この後に走る前に足首の怪我予防だったり足首を強くするために必要な、ウォーミングアップを最後紹介させていただきたいと思います。最後に今後のね、秋とか冬のシーズンでウォーミングアップでやっていただきたい種目をご紹介したいと思います。これは新スプリントだったりアキレス腱痛だったり足底筋膜炎だったり悩みを抱えている方、そしてもっと速く走るためにしっかり足首を固定していきたい、そのためのウォーミングアップに最適なものをお伝えしていきたいと思います。本当簡単なんだけど、はいはい、まず靴の横の部分ひねった状態で、はい、袖っぽくやる。ソールが柔らかい。で、これを10歩20歩やったら今度は逆、こういう状態、この内側にグーッと体外した状態で歩く。オッケー。次にかかとを思いっきり上げてできるだけちっちゃい面積で歩く。つま先を上げた状態で、さあこれなんでいいかっていうと、このね、接地って実はすごい複雑なつき方をしていたり地面だったりによってうまくつけなかったりすることがあるんですよね。で、トップ選手で陸上のタータンでもつき方が微妙にちょっとオーバーストライドになっちゃったりすることでつき方が変わっちゃったりするんですよね。その時にこの足首周りの横と
前後の筋肉がしっかり温まってるか、そしてキュッて伸ばされたところに対して固定する筋力があるかっていうのが非常に大事なんですね。特にこのアーチを形成している筋肉っていうのがもちろんこの足の裏を通じて足首についているので、ここが内側の筋肉がピンと引っ張られると新スプリントになってしまったりするんです。なんで逆に引っ張った状態でそこを温めておくと、その領域にまで引っ張られた時にも耐えられるんですね。そこを温めておくことと固定するための筋力をつけることがこの目的なんですけど、特に冬は非常におすすめです。もう全然走り出しの時の足首の安定感だったり温まり方が全然変わってくるので、足首周りの怪我だったり固定力に悩んでる、もっと改善したいよ、早くなりたいよって方はぜひ試してみてください。恒例企画 Q&A コーナー、ありがとうございます。1日5分足が速くなる体幹トレーニング、はい、体幹トレーニングを紹介した動画です。はい、こちらに届きました高橋博史さんからのご質問です。できました。ところで質問です。今回の動画で紹介されているような腸腰筋を鍛えるトレーニングを家でするときに、はい、それ自体は5分とかでできるんですが、効果的にするためにはウォーミングアップなどは必要なのでしょうか。はい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 、現状高橋さんの方が PC、パソコンで仕事、トレーニング、お風呂というルーティンで行っています。はい、ご指導よろしくお願いしますというご質問です。ありがとうございます。ありがとうございます。それを効果的にする方法あります。あるんですかこれ。あります。へえ。例えば、はい、家でできる腸腰筋を鍛えるような練習方法があったかと思うんですけど、これを効果的にするためにはですね、可動域を確保することが非常に大事です。はいはいはい。どういうことかというと、そもそもじゃあハムストリングスとかすごい硬かったとしますよね。 PC 作業でこう丸まってて、はいはい、後ろが張ってます。張ってる人っていうのは足を上げるときにですね、後ろの筋肉がめちゃくちゃ引っ張るわけですよ。後ろの筋肉引っ張るってことは引き上げる腸腰筋が働きづらい状態になってるんです。なのでまずこっからここは筋肉を使わなくても上がるよっていう状態にしたい。さあこの可動域が取れてない状態でやるとトレーニング効果っていうのは半減しちゃうんですね。なので十分この可動域が取れてる状態でそこに携わる筋肉を使って筋力を鍛えていく、そしてそれを走りにつなげていくっていうのが一番効果的です。なるほど。ということはやっぱりここら辺腸腰筋からお尻にかけての筋肉をしっかり柔らかくした上でトレーニングをするとより効果が高まる。もちろんより効果的です。なるほど。誰でも実践できるっていう意味ではクラーク記念国際さんの動画をちょっと貼らせていただきますので、はい、そちらを見ていただけるとストレッチの概要が載ってますので、はい、ぜひご覧ください。高橋博史さん、コメントありがとうございました。ありがとうございました。皆さんからのねこういったコメント本当に嬉しいので、ぜひたくさんのコメントをお待ちしております。今日の動画がですねためになったよとか、誰かに話してみたいなという方はですね、ぜひ、グッドボタンだったり、コメントいただけると嬉しいです。それではこれからも僕たちは皆さんに足の速さは才能じゃないということ、そしてランニングテクニックからスプリントテクニックに走り方を変えれば誰でも足が速くなるということをお伝えさせていただきたいと思います。次の動画でまたお会いしましょう。バモス。